ちょっとこれじゃあそんな感じで坂本の3日目見ていきますよ。はい、こちらです。読み上げお願いします。はい、外出用の冬服買い忘れちゃった。雪降る地域もあるらしいけど半袖でも元気で乗り切っちゃえ。ダメージジーンズにサンダルも添えて気分はもう夏。これなんか頭アフロになっちゃってる急に。そういうことか。際どいな、かなり。すごいな、こんなん着るの。なんかお仕事に行かなきゃいけないときに全然天気予報とか見てないの。夏服で行ったらこれ寒くないですか、クロエさんって言われた。いやこれは寒いよ。胸ガバガバに開いてるし。すごいな。ちょっといいですよ、前から。じゃあ評価お願いします。はい、いやね、寒そうっていうところで、はい、あのね、ぶっちゃけこれはあの上着を羽織ればね、あ、確かに、はい、なんかいけそうな感じなんだけど、確かに1個気になるのが、はい、このね、じゃあさ、ちょっと寒い中そのサンダルでいいのかという。このサンダル、いや、なんか、うん、スニーカーにしようか迷ったんですけど、靴下がどっか行っちゃってて、うん、なるほど、なるほど、ね、靴下逃げるんでサンダル履かせていただきました。逃げるんだ。あ、なるほどね。そうな、まあまあ、でもなんか、ま、悪くはないのかもしれないけど、季節感的な部分で言うとちょっときついかなって感じですかね。そっか、うん、これはどうですか。いや、全体的すごい好みね。お、好みだ。いや、来た。いや、そうなんで、ジーンズの破け具合がなんかかまいたちにやられたみたいな。ねえ、違うの、おしゃれなの。いや、ちょっとなんかこう、ね、あの、痛々しい感じになっちゃってるから。違うよ。それ、でもね、それ以外は本当にね、パーフェクト。え、本当ですか？え、おしゃれ。カバンが白なのもいいよね、これ。確かに。カバンも。ね、めっちゃ可愛い。夏だったら普通に可愛い気がするけど、ね。いや、夏だったら100点だよ、これ。冬だからな。アピールが、アピールが。どうかな、そうです。船長もこれかなりね、エッチでいいと思うんですけど。やったー。いや、でもなんかね、このおっぱいも、ま、なんかこの網でさ、網越しにチラ見せみたいな、この見せすぎだし、うん、ね、だね、足もね、こうやってかまいたちに切られて見せまくって、ちょっとやらしいというか、ね、俺の彼女がこんな格好してたら完全に痴女だなみたいな感じはあるかなと。なるほどなー。いや、かわいい。だってあれじゃん、ジーンズのほつれ糸がもう飛んでっちゃってんじゃん。これさ、ジーンズの糸、そういうこと。ジーンズのほつれ糸だったのこれ。もう